メマ製材、モクスペレット製造販売、住宅の厳密測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売の徳島商店です。いよいよですね、大阪府と札幌市、GoTo の発着のですね、一時停止を国に要請をするということです。まあ、コロナ感染がですね、全く収まることがなくですね、拡大の一途をたどっているというところで、一定の経済効果は認めるものの、感染拡大を抑えるためにやむを得ずという判断であるというふうに言っておりました。やっぱりですね、多くの人が動くということはそれだけリスクがあるということは、まあ、目に見えていることでありますが、ただ経済との両立を考えると、我々一人一人がですね、感染拡大防止のためにやるべきことをやって、そしてですね、このコロナ禍での新しい生活様式というものになっていかなければいけないんだと思います。ベーマス製材のこと、モクスペレットのこと、住宅の機密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売に関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。